問題。では世界で2番はい、お肉現象に座る山本です。おちゃんです。本日はスピード早押しクイズ。やったー。スピード、はい、パワー早押しクイズだったことは今まで一度もないと思う今まで全部スピード早押しクイズだったと思うんです。まあ確かにそれはそうだよね。早押しクイズってまあ最初に押した一人が答えられるというルールですよね。はい、そうですか。もっとスピード志向にしようかなと、はい、いうことで、うん、今回は2番目に押した人減点を得るんでいきます。いやもうだからそれ逆にスピード出ないやつじゃん。いやいや、1番になればいいんですよなるほどね、はい、チキンレース方式ね。よし、わかった。よしよし。はい、例えば山本さん押してください。はいはい、この後に伊沢さん押してください。はい、こちら、点滅してる人が1番目に押した人ですので、はい、山本さんは、まあ、クイズに普通に答える。なるほど。で、正解だとプラス1点、誤答だとマイナス1点、はい、伊沢さんはこれランプつきっぱなしですので、これ2番目ということで、押しているという段階でマイナス1点となります。なるほど。かわいそうすぎる。かわいそうすぎる。なんで絶対1位を目指して頑張ります。なるほど。はい、問題全部で10問あります。はい、はい、でもこの時に考えられる選択肢は2つで、マジで1番を取りに行くか、もう押さないかのどっちかで。まあそうですね。あ、でも押さないとね、点入んないからね。点は入んないんでね。それが難しいところだ。でも今まで押さないと点入んないと思って押した人が5投になるパターンだとしたら、うん、1位2位がマイナス1点で3位0点だから、その人1位になるじゃないですか。確かに押さない人も十分勝てますよね。戦略ゲーかまたやだやだ。さあどちらの戦略を取るのか一応聞いておこうぜ。そうですね、僕やっぱ得点欲しいので1番目指して押していきたいと思います。はいはい、そうなんです。他の人が分からなそうだったら押すんですけど、確実に2番手にはならない戦法でいきます。なるほど、なるほど。よし、分かったところでやりましょう。怖い情報の不対称性こういう人がいるからレモン市場ができるんだそうです。本当に。まあね、じゃあ圧倒的早押しスピードでねじ伏せていきます。ねじ伏せていきましょう。もう問題。事業仕分けで2位じゃダメなの。どうぞ。はい、蓮舫さん。正解。やったー。こうちゃん1番取れるかよかったな。はい、ということで今は伊沢さんが正解したのでプラス1点、こうちゃんは2番手だったのでマイナス1点となります。いやー、うん、怖っこれ。怖え。事業仕分けで任意じゃダメなんでしょうかのセリフを残した当時民主党の政治家は誰？正解は蓮舫さん。はい、2位なんですね。はい、はい、なるほどね。いやそうか、2位に引っ掛けたのか。なるほどね、そういうことか。でも僕今押さなかったのちょっと戦略いいと思う。そうね、確かに。頑張ったけど押さなかった。ちょっと待ったんですよ。なるほど。そしたら終わってたんで、もうこうちゃんよりね、僕今点高いです。いやそうだよね。そうそうそう、入りましたんだよね。はい、それではいきます。しゃ、問題。マラソンで2位を抜く。はい、これ山本さんアウトです。こちらどうぞ。2位を抜く。おいおいおい、押すなよ。2位、2位、正解です。素晴らしい、素晴らしい、いい押しですね。こうちゃん押して分かってない。1位は取ろうと思って、はい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 、1位取れば自分が正解か不正解のまあ2択じゃん、はいはい、でも2位は絶対マイナスだから、うん、こう回答権を取りに行こうと思って、ね、2着になるぐらいなら分かんなくてもいいから1着になる。まあそう、1着だったら自分考えれば分かる可能性あるから。なるほど、はい、そして山本さんが単純にマイナス1になった。あらまあ、さっき言ってたことをそのままやってしまった。あらまあ、問題。グラハムベルよりも質。これはこうちゃんアウトです。はい、山本さんどうぞ。グレイ。正解。よし。そんなに喜ばしいか。こうやってポイント潰し合ってくる。いや、俺も今押しまけたと思った。反応しちゃうんだもんね。それで、山さん0点、伊沢さん1点、こうちゃんマイナス1点、全然進まないようなゲーム。最初終わったやつと時と戻ったんだね。戻った戻った。そうね。でもこれさ、俺思ったんだけど、1位か2位かって分かんないで押しちゃうから、せって押す場面ってマイナスの方が期待高い気がするんですよ。確かに、確かにね。確かに 100% 分かってるところで押さないと期待値同じになんないんですよ。50% とか 70% の自信で起こすと単純に期待値計算マイナスだから、確かに、うん、って思ってゆっくり押すのがいいんじゃないかなって皆さんに言っておきますけどね。来た来た来た。これ速攻で取っとくぞ。問題。ブルジュハリファにこれは山さんがアウトですね。はい、ではこうちゃんどうぞ。わかんねえわ。いや
やば。ペトロナスインタワー。違います。ほら言ったのに。なんだよこれ。なんだよこれ。これ東京スカイツリーじゃん。はい、その通りです。いいのか、それでいいのか。単純に2人がマイナスになった。なるほど。しかも変なペトロナスツインタワーいつの話だ。2003年くらいまでだった。そう、俺あんだけ言ったのに早く押そうとすると期待値上マイナスが多いですよって、あれだけ言ったのに2人ともマイナスを背負って、何のことなのか理解に苦しむ。うぜぇ。問題。なかなか優勝できず常に、お、一人しか押してない。どうぞ。シルバーコレクター。正解。押すことない。押すことない。でもこれ単純に山本さんが得点積んだ。これすごい。こういうパターン、こういうことある、こういうことある。自分を信じるべきよ。押さなくなるとどんどん押しづらくなるのは間違いないんだよね。そうそうそう。指が凍るっていうね。で、動かしていく必要もあると思うんですよ、ポイントを取るためには。って言っときますけど、はい。めっちゃ言ってるけど、しばらく押してない。4も押してない。問題。1906年のノーベルから、お、一人押してない。おーちゃん、どうぞ。なんだよこれ。ちょっと。いやって、いや、これはいける、これはいける。はい、いきます。いけねえじゃないかよ。3、2、1。ラットしたいな、違う。これあれでしょ、あの、2位になったメンデレーフでしょ。あ、そうです。メンデレーフか。分かってて押してないのよっていう話。一応アピッと。いや、俺やばい、マジドルマでハマってる。1906年のノーベル化学賞はアンリー・モアさんが取ってます。この回の問題文は1906年のノーベル化学賞を1票差で逃した、周期表を発表したロシアの化学者は。なんで押したの。いや、なんか分かりそうだった。いや、でも分かりそうで押してダメなんだ。いや、でもね、今相当得点差あったからこれ詰めないとと思ったのがダメだった。どんどんハマってるから。やばいやばい。引き直し、引き直し。問題。標高3109。お、一人で押してない。うわー、これ失敗した気がする。3、2、1。来ただけ。正解。そうね。そうだなー、そうだなー。ギリギリまで他の2位をいっぱい探して。うん、来ただけ。これまでの問題って読まれてないところに2位の要素絶対入ってるんですよね。うんうん。序盤に2に関することが出てきてなかったら、それに2位を足して考えればいいんですよ。なるほど。あ、じゃあ来ただけの標高を覚えてたわけじゃなくて、うん、2番目のものを答えた。そう。強いよこれは。強い。やられた。問題。では世界で2番。はい、ゴリちゃんどうぞ。ケツ。でかーい。あー、あだよ。こういう問題はね、ペアとか言われちゃうとすぐ来そうだからね。そうじゃん。喧嘩するって話ですよね。テンポに持ってますか。もう余裕で帰るからね、福田さんね。問題。大化に次いで、おー、一人しか押してない。あ、本当だ。白痴。正解。すげえ、お見事。大化の変換早いね。かな。そう、我々はね、テロップ出てないから、ね。感じ見えないからね。わかりづらいんですけど、これお見事ですね。続いては最終問題です。やったー。何も言わないですけど、次5個押さなきゃ感じですよね。そうだね。いや、これはね、やっぱクイズ答えたいでしょ。あー、クイズ答えたい。押さなきゃ勝ちってことだけ言ってきますね。これで押して正解したらめちゃめちゃかっこいいけど。そうですよね。そうね。まあそうですね、確かに。このクイズはやっぱね、そうですよね。やっぱ違う。チャンネル登録しようってなるから。そうじゃなくてもしてくれ。問題。あまりの強さから、一番ダサいやつやば。はい、どうぞ。ステンバルク。正解。これチャンネル登録しますよ。俺は俺はしてるわ。押すなら正解しましょう。はい、もう押すわ。山本さん0点、伊沢さん1点、コウちゃんマイナス1点で伊沢さんよいしょ。え、なんか1問目と同じじゃない。最終的に回避しましたね。あと一つ分かったのは、この形式はスピードが出るやつじゃねえ。いや、スピードを追求しようとして誤動してるから。そうだ、スピードじゃない。そうだね。かなりかもしれない運転してるわ。むしろ慎重だった。そう、高速教習みたいな。
ード早押しクイズやってきましたけどね、どこがスピードだったんだよって感じがしましたね。ということでチャンネル登録をお願いします。これチャンネル登録よろしくっさん、通常オンにしてね。まずい。今日の一問はこちら。動画見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。概要欄に Twitter などもあるのでフォローしてください。それではまた次の動画を見てくださいね。